三井ショッピングパークららぽーと。そう、ららぽーとってショッピングパークなんです。ただショッピングするだけの場所じゃない。思いっきり盛り上がるもよし、日常を忘れてくつろぐもよし、ふらっと来てみたらきっといい意味で裏切られるはずですよ。さあ、あなたはどんな一日にします？ららぽーと。三井不動産グループ。そうですね、今回は初めて実際のララポートじゃなくてスタジオでちょっと抽象的なというか素敵なセットで、よりなんかララポートの良さが表現されていると思いますね。はい、僕はどっちかちょっと吟味派ですね。だからネットとかで買うのが苦手なんですね。ちゃんと物を見ていいなと思っても一回家に持ち帰りの話を嫁さんと相談して、で買うか買わないか決めるタイプですね。ハモ、僕関西人なんでハモの湯引きが出ると夏だなっていう、最近は東京でもよく、昔はね、僕が東京で行ってた頃ハモとかあんま食べる習慣がなかったみたいで、だけど今はスーパーで行ってもハモ食べますね。素敵な出会いに会いに、ぜひららぽーとに遊びに来てください。堤真一でした。